石川県白山市の株式会社六星。こだわりのお米や野菜作りはもちろんのこと、生産から小売りをこなし、若手が力を発揮する農業の会社なんです。今回はそんな六星の美味しいお米作りの秘訣を紹介します。自然の恵みを大切にし、安全で美味しく食べていただきたい、四季の恵みを感じていただきたい、思いのこもったお米作りの様子をちょっと覗いてみましょう。なんといっても土台となる土がしっかりしていることが大切です。収穫が終わった後の田んぼに堆肥を散布し、冬の間雪の下でじっくりと熟成させます。こうすることで春には十分に気力が高まった土ができるんです。次に田植えです。まず苗を成長させます。まるで緑の絨毯のようですね。そして育った苗を植えていきます。ここで注目。六星のお米は霊峰白山から注がれる雪解け水を使用しています。さらに高温多湿で昼夜の寒暖差が大きい白山の気候、美味しさの秘訣はこの環境にあったんですね。自然の恵みを受けた稲はぐんぐん成長し、黄金色に輝きます。収穫された稲もみは風味を保つため自然乾燥によって貯蔵されます。そして注文が入るとその都度精米してお客様にお届けするので、いつも新鮮な美味しさを味わえるんです。直売所で人気のおにぎり、美味しそう。良質の素材が発酵食を含めて豊かな石川の食文化を支えているんです。どんな活用法があるの？それは発酵食大学で紹介しています。皆さんも石川県で直に発酵食の魅力に触れてみませんか？